今のはインフィールドはラッキーですもう目が回っちゃってこれあ扇風機まで来てる、うん、暑いよデブの必需品だからまあ、昼間は効かないけど、ライターはやっぱ、これね、あの、冷感スプレーやってやるとめちゃくちゃ効くから。シュシュシュ頭いいよ。かけちゃうかな。それ怖いけど。乾燥はちゃんと払ってればいい。汗で流れちゃうかもしれない。でもちょっと塗っとくだけで全然違う。ヒリヒリする。この前、先週の日曜日に野球やったんだけど、一人熱中症で倒れた。おい、あるぞ。ダメだろお前ラクト。草野球だぞ。どうしたの？先週とか。あ、そう。先週だよ。あ、仕事だったんだ。ダメだ。朝の午前中の便で食べて肩が塩が出てる俺も今日工事やったらもうびっしょびしょだったよクリニックだ一回来たら水筒が出てるんですけど午前中だけで2回500ロッペットを使って入れてくれてるんで朝だけ行ってくれすげえよな、バイクなんかだって逃げるとこないから、ね、車だったら、ね、暑いのはまだ何とでもいいんですけど車でも軽じゃ効かないでしょ気がいいところに止めちゃうと座席が暑くなってるの座った瞬間もう本当、金に逆らって止めないとななるべく何件ぐらい配達するんだ今1日で70だって娘言ってたけど湯戸橋の7割配達だって売り上げ店は売り上げは3割ぐらいでもやっぱりその予約とかいろいろアフターサービスとかあとはそれやんなくてあともうそっちは配達だけだから結構もうマスク1個でも配達するって言ってたけどちっちゃい紙袋そんなの洗剤みたいなやつとかそういうのに頼むなよまとめてポストに入りゃいいんですか 入らないやなんか微妙に入らないやつとかちょっと困るんですよ あるねでも無理やり押し込むわけにもいかないんで、うん、それ潰れちゃった結構うるさい人どうもやめるねどうもやめるねどうもやめるねリードしないで、キクちゃんは。いけないよ。8でいけ。取る。8で。走ってるよ。ピッチャー、はっきりか。スリーボール。7、スリーボール。取る。なんで、ボールにならないよ。ナイス、ナイス。じゃあ、この前頑張って。ナイスです。頑張れ頑張れピッチャー
ツーアウトだった。ツーアウトでしょ。ツーアウト。戻り込んだったのな。どの道、何やってもダメ。びっくりした。